皆さんこんにちは、旦那様です。今からこのピクロス、ピクセルなんだっけ、まあ、別にカットしない、ピクセルいやねんか。皆さんこんにちは、旦那様です。今からピクロスねやっていきます。なんかちょっとフェリアさんが最近このゲームやっててさ、で YouTube 見てて広告ね、クロートと素人の差みたいなね比較動画あったじゃん。ちょっとそれ作ってみようかなと思って、まあ、まずどういうゲームかね説明しますね。一番最初にこのフラワー見ていこう。あ、もうできてる。これどうやってリセット、これかリセットして、どういうゲームかね、まあみんな多分知ってると思うんですよね。これをねサクッと説明してみますね。まずこのゾーン見てください。このゾーン5、縦に5、要するにこのマスに5つ、ね、塗らないといけない状態になるんですよ、この縦の5っていうのは。で、今このマス何個あるかというと1、2、3、4、5ですよね。ということはもうこれ5つ全部埋まっちゃうんですよ。はい、確定いいですかね。それピクロスなんですよ。で横見てください。横、横マス、1番な、なんて言ったらいいかな、1番上、まあ、111のゾーン、ここだよね、111ゾーンね、111ゾーン、はい、この横に111で絶対あるよ。で、さらにルールとして、同じマスはね、なんていうかな、111、1の次の1は重ならない、こう11にはならないんですよ。この縦の見てね、縦、21ね、2、はい、これ、1、2で入って、次に1来ないんですよ。なぜならこれもう3になっちゃうじゃん。いい？はい、これ1、2入ると、ここはもう絶対、×になるんだよ。もう絶対マス入らない。ね。で、さらに、2、1、2で1、なんだこれ、めんどくさ。はい、1、2で、次に1来たらもう3になっちゃうからダメだよね。で、まあ、×へ目印つけておきます。で、1をどこに入るかというと、ここに入る可能性もあるし、ここに入る可能性もあるよね。いい？そこはまだ定まったらいいんだよね。ということで、まあ、消しとこう。うん。あれ消しづら。OK。で、まあ、さっきのね、この5に戻りましょう。1、2、3、4、5、これ全部埋まりますよね。はい。お！あれ違う。で、この2、1見てください。2、1。この2、1のゾーンね。この2、1ゾーン。はい。で、これ、さらにこの横に1、1、1ってあるから、ね、確か隣り合わないよね。で、今、この隣り合っちゃったよね、これ。ということは、2が入るよね。で、ここ、1、1、1のゾーンなのに、2は入らないから。ということは、ここ、×なんだよ。いい？みんな。いいですか？はい。で、ここにすでに1個入るから、まず1番スタートがまず2やから、ここ、1、2なんだよ。1、2なんだよ。もうこれ確定なんですよ。で、残り、で、マスは隣り合わないから、ここ、×なんですよ。下に1来ないんですよね。ということは、で、2、1のゾーンは、ね、ここ、残り1なんですよ。ということは、ここもう終わりなんだよね。2、1、ほら、1、2、1、2マスで、さらに1ですよね。いいですか、これ。もうここまで。いいですか、みんな。OK。はい、で、さらに横、5ですよね、5、5。このゾーンね、1、2、3、4、5、はい、もう確定ですよね。はい、で、さらに、あとはどこあとここか。このゾーン、このゾーン見てください。このゾーン。1、1、1ですからね。はい、ここ、1はもうすでに確定してるんで、ここ1はすでに確定してます。ということは、同じマスにはね、隣り合わない。違う、もうただ隣り合わないから、これこういう風に確定します。で、さらに1、1ですよね。はい、もう分かったでしょ、みんな。で、次。はい、一番右のマス見てください。一番右の。はい、2、1ですよね。2、1。このゾーンですよ、皆さん。このゾーン。ね。で、今、下に、今、1がある、あるじゃないですか。ね、この1もすでに入ってるから、この一番右のゾーンは2、1ですからね。もうこれ確定なんですよ、もう1。で、2、1だから、この上のゾーンどうなるかというと、もう1、2、あ、もうこれで確定。OK？ いいですか？で、さらに一番右見てください。これ縦2、1ですよね。縦2、1。で、同じように、これ、一番下にもすでに1があるから、ここだったね。はい。1もこれ確定なんだよ。で、2、やから、はい、こうですよね。で、最後に、書いてないこの3か。ね。はい、1マス、2マス、3マス、これで確定かな？え、終わらないんだけど。あー、あるね。このゾーン、2、1。なんでもう×されたんやろ。はい、これ3ね。1、2、3、ここですね。はい、OK。はい、チューリップ。で、CM。これ、この CM さ、広告これ色合わせるらしいんですけど、やばくないこれ。三原色覚えなあかんの。超だるくね。はい、まあこれ今もう一番初期の 5×5 マス楽ですよね。
さあ、どん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 進めてまいりまして、次 10×10 マスね、今クリアしたやつを、ね、見ていきます。じゃあまず俺がやって、まあ、右画面に多分フェリアさんのプレイ動画を、ね、比較として出しておくんですけど、もう俺ガチでやりますんで、俺一応あの任天堂 DS 任天堂スイッチでフェリアさんやってるのを隣で見てた程度、あと自分でもちょっと何個かやった程度で、必ず途中でミスってやめてます。いきます、ガチでやります。10なんで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、この光ってる10あるじゃないですか、これもう10マスやからね、はい、ね、もう10確定です。数大きいやついこう、1、7やからこのゾーンいきますよ、1×1、2、3、4、5、6、7×1×1、2、3、4、5、6、7、はい、ここら辺までは、まあ、多分確定で入ります。あとは、このゾーンもいいね、1、2、3、俺のやり方はもうあの左柄行って右柄行って重なるところを塗るっていうのが 俺のやり方ね。まずあのね、説明してくれ、この36、はい、ここまず1、2、3で塗るとして1個空いて、で6塗るやん、1、2、3、4、5、6、あもう全部塗れるやん。で次じゃあこっち、はい、右から行くで、1、2、もうめんどくせえこれ、1、2、3、やべえ、もう解説しながらできねえよちょっと待って、1、2、3、今このゾーンやからね、1、2、3×1、2、3、4、5、6、1、2、3、はい、これ入る、1、2、3、4、5、6、1、2、3×くっそ1、2、3×1、2、3、4、5、6、1、2、3×1、2、3、無理ー。あ、ね、なんていうの、1、2、3、戻す、1、2、3、これもかかってるから、6入るってことで、やべえ、頭働かねえ、マジバカじゃねえのかこれ、ちょっと頭働かん、助けてくれ、1、2、3、これまず、横練習ね、1、2、3で×でしょ、はい、で残り全部6埋まっちゃうよね、これで確定んじゃおうか、ダメだよね、じゃあ今度逆バージョンもあるはず、はい、1、2、3×、そうするとこっちも全部、はい、埋まっちゃうよね、そうだよね、こういうパターンもあるはずよね、ですでに全部重なるところ1、2、3、バツ1、2、3、4、5、6、やべえ、頭働かねえ、話しながらやるってマジでやべえなこれパズル、やべえ、死ぬ死ぬ、はい死んだ、もう負けた、もう勝負してたんかいっていう話ですよね、1、2、3、4つだから、1、2、3、4、4つだからね、このゾーンから教えよう俺の必殺技、これ4だから